おはようございます。阿部義俊です。今回はペンケースの紹介をしようと思います。文具系の YouTuber で多分一番有名な方じゃないかと思うんですけど、シーサーさんという YouTuber の方がいて、でそのシーサーさんとこのノーマディックという、まあ、文具系のいろんなペンケースとかを作っているメーカーとがコラボをして、そのシーサーさんの監修でそのノーマディックの、ペンケースが出ていて、コンセプトとしてはシーサーさんがやっぱ大量に筆記具を持っていて、それをまとめて持ち歩けるようなペンのたくさん入る、ペンケースを作ろうと思ったということで、特にそれはこのラージモデルの方ですけど、それで自分としてはそのもう持ちきれないぐらい大量に筆記具があるもんで、主に万年筆ですけど、自分にちょうど良かったんで、なんか買ってみました。ニューモデルの PF05N、 これは多分 PF05 っていう定番の商品があって、それのそのシーサーさんバージョンってやつですね。でさらにそれのラージモデルということで2種類出ていたんで、2種類とも買ってみました。多分この 2つを使っても持ちきれないぐらい、逆に僕は、持ち歩きたいペンがあるんで、まあ、ここにどこまで入るかをちょっ と、試してみようと思います。でちょっとこれは脇に置かせてもらって、今まで僕が使っていたペンケースはリヒトラブのやっぱり2段重ねの、まあなんていうかな、この2つを合わせたぐらいの、合わせたぐらいとまでは言わないか、でも このラージモデルよりもさらに全然大きなものを使っていて、すでにこいつはだからここにこういうふうに、片面多分これ5本ぐらい入るはずのもののところにぎゅうぎゅうに詰め込んで2、4、6、7本、2、4、6、7本で14本結構太軸の万年筆を持ち歩いていて、さらに開けたところに、まあ、シールやら、これはトラベラーズノート用の、まあ、クリップやら、定規やらペン画用のピグマのちょっとおしゃれなホルダーに入ってるやつやら、携帯用のハサミやら、練り消しやら、万年筆が詰まった時の呼び水やら、あとはその壁コスペシャルとかシャーペン類ですね、まあ、自分の絵描き道具、あとは殺筆とか、油性のマーカーとか、まあ多分合計で、10個で14本でスティック型の消しゴムを入れて15、16、17、18、ハサミもまあ1本として考えると19、20、21、22プラス定規と練り消しとクリップと、みたいな感じで、この中にすでにもう22本入ってるんで、さすがにそれは、このラージモデルでも入りきらないとは思うんですけど、まあそこにどこまで入れられるかをちょっと、詰め替えてみて、やろうと思います。さらにもうちょっと言うと、僕はこのリヒトラブのノーマルのモデルの上にさらに、3段重ねのこのリヒトラブのラージモデルを、使っていて、こっちは、普段持ち歩くというよりは、どっか例えば喫茶店とかに行って、なんかその文具遊びを、万年筆遊びをするぞみたいな時に持ち歩くように、もう一個でかい筆箱を持っていて、こっちの中にはさらにもう手に負えないレベルのですね、ここに1段と、よいしょ、ここにこれはそのちょっと金色とか銀色とかが出る遊び用のペンとか、フリクションとか、さらに3段目のところに、ここはあんまりまだ使ってないんで違うものに入れ替えようと思ってるけど、クレタケのジグの、メインでこのクレタケのジグっていうそのマーカーとか色つけるためのペンですけど、これを15、6本持ち歩いていて、それがメインで使ってるやつで、ちょっとメインで使わない緑とか赤とかちょっと変わった色のやつを入れている筆箱っていうのがあって、まあこっちのやつはさすがにもう入りようがないですけど、まあ僕はこっちで20本、多分こっちで30何本、はい、あるんで常時50本近い以上のペンを持ち歩いてるという、ちょっとどうかしている今状態ですけど、カメラにはまっていた時とかも、でかいリュックに常にその10キロ近い機材を持ち歩いていて、どうかしていましたけど、今はマジで文具を入れているカバンの重さの総重量を測ってみたら10キロ超えていたんで、まあ、それもそれでどうかしてるんですけど、まあ、そのどうかしている自分の万年筆を少しでも効率よく軽く持ち歩けるようにちょっと試してみようと思います。じゃあこのメインの、筆箱の中身をどこまでこっちに移せるか、でサイズを見れば分かる通り3分の2ぐらいの大きさしかないので、全部は全然入らないと思うんですけど、まあ、どこまでいけるかをちょっと見てみましょうかね。でただ結構もしかするといい線いくかもしれないなと思うのは、こっちはこっちのそのシーサーさん監修のやつみたいにペンをカチカチ当たらないようにこう止める部分がついていてというタイプじゃないんで、カチカチ当たって傷ついちゃうんですよ。だから1本置きぐらいにケースに入れて、ケースのあるやつないやつ、あるやつないやつっていう形にして、なるべくその傷がつかないように持ち歩いてたんですよ。でもこっちに移したらこのケースに入れる必要がなくなると思うんで、多少ここにあるものがより効率的に入るんじゃないかなと思ったわけです。まあそのあたりも買うのを決めた理由の一つなんですけど、で
今までのこの入れ方は、まあ、傷つかなくて、これはこれで、まあ、ペンを大事に扱えてていいなと思ったんですけど、自分はさすがにこれ毎日使ってるんで、この袋に入ってる状態でもこれがどのペンだっていうのはそのもうあの覚えてはいるんですよ。これはだからモーメントマジコだとか、ここに入ってるのは、ジーゾーのきらびやかなやつだとか覚えてはいるんですよ。今一瞬これが出なかった。これはプラチナのセンチュリーの超極ボスだ。でこれがパイロットのエラボーですね、まあ、みたいな感じで、まあ、覚えてはいるんですよ。だけど時々やっぱり1軍2軍を入れ替えるじゃないですか。その度にあこれなんだっけみたいになってなんかわちゃわちゃするんですよね。なんかそんなこともあって、あのこのケースに入れるのはやっぱりちょっと煩雑なので、それも、こっちに入れて、カチカチ当たらないで持ち歩けるんだったら、いいなと思っております。でこっちの端からいきますかね。1軍のナンバーワンはこれはオスプレイ の, あのよく自分の話に出てくる、マディソンというモデルで、ペンの紹介をしながらいくか。ペン先が G ペンになっていて、まあその絵描き用の万年筆ですね。で、あのこれやっぱり細軸の、ペンを主に持ち歩くものみたいで、この太軸を入れるほどの太さはちょっとないみたいで、だけどあの多分これ入れてあのしばらく使ってたらこの太さになっていくと思うんですよ。なのでちょっとこれでやってみますね。で2本目は今、まあ、これもちょっと最近買った中で超大当たりの、イル・デュオモさんで買ったレオナルド・オフィチーナ・イタリアーナというブランドの、モーメント・マジコ・ピエトラ・サラータという、もうねこれ長いんで何回も言ってさらっと言えるようにしましたよレオナルド・オフィチーナ・イタリアーナのモーメント・マジコ・ピエトラ・サラータ、あ間違えた、ピエトラ・サラータですね。あの職人さんに頼んでペン先を研いでもらって、もともとがエラスティックニブっていうあのフレックスタイプの筆圧で、大きく太さの変わるタイプのペン先が入っていて、で軸もめっちゃ綺麗だし、こいつはだから絶対傷つけたくないんで大丈夫だね。あの今んとここいつの留めあのゴムがパンパンなんで、非常になんていうかな、カチッとあのしっかりとホールドできているんで、まあ、こんな感じで持ち歩けるんであれば、これが中で揺れてもこいつとこいつが隣同士でぶつかる心配はなさそうですね。よかったです。まあ、心配だったらこの太軸とちょっと細身のやつをうまくあの互い違いに入れるとかしてちょっと調整はしようと思います。あそこ3本目は FPR のウルトラフレックスです。ちょっと透明な軸で今インクがなくなってきたんで、ちょっとここのとこあの見た目悪いですけど、こいつはそうだな、今入れてるのはセーラーのゆらめくインクのキツネ日和が入ってます。で、うん、淡い色でちょっとあの太さが太く描けたりするんでよかったかなと思うんですけど、キツネ日和自体は自分もあのインクの中でかなり気に入ってる方のグレー系の、ちょっとセピアがかったグレー系のインクみたいな感じで、だけどインクを強く描くと結構黒っぽくなったりして濃淡が出やすくてなかなかいいんですよ。まさにゆらめくインクですね。なので気に入って入れてたんですけど、この透明な軸に入れるんだとしたら見た目的にはちょっとこういうあのサイドの高いきらびやかな色のなんかインクを入れた方が見栄えはいいかなと思いましたね。ただこいつもなんか水彩画の下書き線とかに使えるような線が引けたりしてなかなか気に入ってるやつです。そしてこれは入んねえかなド派手なジーゾーのパウワアバロンシェルのなんだっけマエストロだっけ、という万年筆です。ちょっと無理かな、これは別枠でちょっとあのちょっと怖いわ。これはそれこそこれに入れたままこのこういうこれがあの5本入るやつが2段あって、さらにその下にごちゃごちゃっとペンを入れられる場所がある、んですよ。多分このシーサーさんの作った意図としてはこっち側に多分傷つく心配がないというか、傷ついても構わないような普段使いの筆記具をごちゃごちゃっと入れることを想定していると思うんですけど、僕としてはこれは大事なペン入れとして持ち歩くんで、ケースにこの今まで通りのケースに入れたままこっちに入れてみます。こいつは、ペン BBS の268っていうモデルですね。そしてエーデルシュタインのローズクォーツっていうインクを入れました。ピンクのインクなんだけど、なぜかインクの色は緑っていう。で、うまく多分描くとピンクの、インクのこの溜まってるところの縁に緑色が出たりするんじゃないかなと思うんですけど、今のところ、これ結構細いペンに入れちゃったんで、そういう効果があんまり確認できなくて、ちょっと違うもっと太字のマネースに、細字ばっかり買ってるんで太字があんまりないんですけど、入れてちょっと試してみようかなと思います。さらに、これも自分の主力の一つ、最近あまり使ってないな、プラチナのセンチュリー3776の超極細ですね。10年ぐらい前にやっぱり、
ペン画をやりたくなって、一番細く書ける、その持ち歩きができるように、つけペンじゃなくてインクをカトリッジとかコンバーターとかで入れられるやつで、一番なんかその細い線が引けるのはどれだみたいになった時に、まあピグマの 0.03 とかが一番細いんじゃないかと思うんですけど、ちょっとそれだと面白みがなかったんで、まあ実用的なことを考えると結構ピグマが有力な選択肢なんですけど、なんかちょっとロマンのある文房具が使いたくて買ったんですよ。でもその時にはその大事に使うという感覚があんまりなくて、要するに300円のピグマとかばっかり使っていたんで、こういうちょっと奮発して、当時でも1万まあいくらだかした、今だと多分1万7000円ぐらいですよね。多分ね、買った時はそこまで高くはなかったと思うんだけど、結構傷だらけにしちゃって、それを必死に磨いて傷を取ったんですけど、やっぱり小傷が目立ちますね。なんかもう一回磨くかな、あんまりこすっちゃうのも。これはこれまでちょっと待って、太軸で無理ですね。じゃあ下へ行きましょう。じゃあこれもダメかな。パイロットのエラボーですね。エラボーはフレックス2部って割と最近になって、そうでもないか、まあ 3,4 年前ぐらいから話題になってたような気がするんですけど、多分 もっと歴史をたどれば古いと思うんですけど、エラボーの方が多分古いんじゃないかな。エラボーは日本のパイロットの、万年筆のペン先で、やっぱりフレックスみたいに筆圧でグッと太さが変わる、ペン先で、だけどエラボーとフォルカンがあって、フォルカンの方がふわふわしていて、書き味としては面白いんですよ。だけど、フォルカンは一番細い字でもかなり太くて、で僕はちょっとそれが自分に合わなくて、出番がなくなっちゃって今しまっちゃいましたけど、エラボーは細い線がまあまあ細いんですよ。ちょっとなので今楽しく使えてるペンの一つですね。そうだな、でもやっぱりこいつも太いな。じゃあ結局下に行っちゃうやつが結構いっぱいいるな。これは入るな。これまだ紹介動画を作って紹介していないアウロラの、イタリアの万年筆ですね。アウロラのオプティマっていう有名な万年筆の、ミニ、短い軸のタイプ、ミニオプティマというモデルで、なんか赤を買ったんで、赤っぽい色を入れてみたんだけど、これか、冬柿を入れたんだけど、それもあってちょっと独特の。万年筆ってやっぱりインク入れてるインクで使い勝手が変わるんでね、ここにだから赤い冬柿の色が入っていて綺麗です。軸もすごい綺麗だし、これまたね極細を買ったんですけど、書き味も細くて、これもかなり気に入ってるモデルです。その紹介動画をなんかまだなんかタイミングを逸してしまってアップロードしてないんで、今度アップロードします。ここに一番こっち側に太軸を入れちゃうと、ここを開ける時に結構当たりますね。あとまあ使い慣れてきたらあれか、ここが仮にないとどうだ。ないともっとグッといくけど、でも太軸か細軸かは多分あんまり関係ないな。一番細いのこいつか、こいつをこっちに持ってきて、今んとこ5本ぎゅうぎゅうに詰めてみたけど、ペン同士がぶつかる心配はないですね。大丈夫。あまり変わんないな。じゃあちょっと待って、いつも自分のペンケースの中で一番左にマディソン置いてたんで、ちょっとやっぱり戻しましょう。じゃあこれで、よいしょ。1段目はじゃあこれで、2段目に行きます。これもまだ紹介動画がまだだったかも。っていうか、多分この動画を編集している間に、まあ紹介動画アップするかもしれないんで、紹介したての万年筆ってことになるかもしれないですけど、ウォーターマンのカレンです。中古で、やっぱり値段が相当安くなっていた傷ありのモデルを買いました。だから傷が残ってるんだけど、来た時にはもっとガリンガリンに傷が入ってて、なんかね、見た時に全然テンションが上がらなかったんですよ。だけど、これも必死に磨いてみて、あんまり磨きすぎるのも良くないとは思うんですけど、だいぶ傷を目立たなくしてみたら、非常になんか、いいですね。美しい、ペンになりました。ちょっとこれをなんか上の方に持ってきたくなってきたな。後で入れ替えるかもしれないです。そうだな、これ2段目じゃないな。ちょっと待ってちょっとなんか派手すぎるかな、1段目が。でこれは、この間ザ・ニブ・シェイパーという、サイトの永原さんという職人さんに研いでもらったセーラーのプロフィットカジュアルかを、研いでもらって、コダチというセーラー万年筆にはなぎなた研ぎっていう、独特の研ぎ方の万年筆があって、今はもう製造あまりしてないんで1本7万とか8万とかしちゃうんですけど、それに近いような書き味を普通のペン先をうまく研いでやって、なぎなたじゃなくてちょっとなぎなたはグーッとペンが長いんですよね。それがちょっと短いペン先で、でもペン先がこう
グッとなんというか鍵状になっていて、筆記角度で太さが結構劇的に変わるという、ペン先にしてもらって、それが小立ちという研ぎ方なんですけど、という、万年筆です。裏書きをすると結構裏書きをしすぎるとペンを傷めるので推奨できる書き方ではないですけど、僕みたいにその、絵を描くときにどうしても必要なポイントでちょっと裏書きをすると細い線が引けて、これまたやはり太軸なのでちょっと下がいっぱいになってきたの太軸で、モンブランマイスターシティック、こいつはマイスターシティックのクラシックっていうモデルかな。でこれは今から30年ぐらい前に、僕が大学受かった時に入学祝いとして何度も話してますけど、恥ずかしながらちょっと今どなただかわからなくなっちゃいましたが、いただいたもので、その時は万年筆の価値が全然分かってなくて、これがどんだけいいモデルなのかも分かんないまま、ペンもらったけどインクの入れ方も分かんないしなって思ったまま、雑に自分のペン立ての中にほったらかしにしておいたやつで、でも30年ほったらかしていて、うわな、俺これ持ってんじゃんと思って、まあそれが万年筆に興味が出たきっかけの一つでもあったんですけど、インク入れたら、しっかりと書けて、まあさすがですよね。今も大事に使えてる。これは中字か太字か、太字かな。モンブランって多分買った時にはなんかシールが貼ってあるんですよ。EF とかその F とか M とか、それなんか自分剥がしちゃったみたいで、これが太字か中字か分かんないけどかなり太いやつで、最初太かったんで出番がなかったんですけど、ここにオイスターグレーっていう、グレーのインクを入れて今使ってます。グレーのインクを、モンブランのオイスターグレーがなかなかいい、灰色で薄い色なんだけど、線と線が交差するような場面ではちょっとその交差しているポイントがクッと、濃くなるようなインクの溜まり方をしてくれて、まあそれも書き方とか紙とかいろんな要素があるとは思うんですけど、自分の場合はそれで太字なんだけどちっちゃい文字が割とそのオイスターグレーを入れたら書けるようになって、それで一気にちょっと利用頻度が上がって、万年筆ですね。これは細軸なんで、そのなんだろう、モンブランの中では、ギリギリ入りますね。じゃあここに入れて持ち歩こうかな。これも自分の思い出深いものだから、ちょっと透明軸を1本ここに入れたかったけど、ちょっと一軍のここと入れ替えちゃおうかな。ここすごいな。この自分でニヤニヤ笑ってるのもちょっとキモいですけど、ちょっと趣味なんで勘弁してください。でもう一本モンブラン、これは中古で買ったマイスタースティックの146で、やっぱり中古で買ったんで傷だらけの、でもこいつはそんなにひどい傷はなかったか、まあモデルでちょっと磨いたりして、その代わりこいつはペン先にちょっとトラブルを抱えていて、この切り割りの部分がなんかうまく噛み合ってくれてなくて、キリ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 嫌な金属音が出てしまっていたのをちょっと自分で必死に調整して、なんとか書けるようにしました。これも見るからに太軸なんで、やはり下行きですね。下がいっぱいになった。もう下はこれ以上入んないですね。そうか。で、これは、この間紹介の動画を作って、どっちがアップするの先になるかわかんないですけど、インディグラフというメーカーのインディグラフという万年筆です。これまた自分のスケッチ用に開発された万年筆で、自分としてはその絵を描く道具としては、自分の持ってる全万年筆とか全ペンの中でも1、2を争うぐらい。これ、漫画用の G ペンが入ってるんで、そのマディソンがやはり線を引くっていうことでは一日の長があったりはするんですけど、マディソンちょっとインクが詰まりやすかったりっていうかね、顔料系のインクを入れると、当たり前だけど顔料系のインク固まりやすいんで、固まらしちゃったみたいなんですよね。それで今ちょっとインクの出の調子が安定しなくて、昨日もこれを使おうと思ったらちょっとインクが漏れていて、軸の方にインクが垂れていて手がめちゃめちゃ汚れたんですけど、だからこいつは、顔料系の、要するに一回乾いたら上から水をつけてももうにじまないよっていうような水彩絵の具の下書きとかに使えるようなインクがあるんですけど、それを入れて使っているんですけど、それができないかも。逆にちょっと他の動画でも何度も説明してるんだけど、ここに水を入れるちっちゃなタンクがあって、ここの水がフィルムを通して、じわじわとこのキャップの内側ににじみ出していて、常にキャップの中が湿度が高い状態を保たれてるんで、こいつはインクがペンの中で固まらないんですよ。なのでここに顔料インクとかインディアンインクとか、水彩絵の具用の、インクを入れることができて、かつ非常に細い線が引けて、かつ筆圧で太さが変えられて、でスケッチ用に非常に何て言うかな、絵描きがいいなって思うような線が引けるんですよ。
なので気に入ってるペンです。しかもこいつは細軸なので、ここに割と、細軸なので遠慮なく入るって思ったけど、他の細軸のペンはおおむねここがちょっと細くなってるじゃないですか。だからこうグッと入るんだけど、こいつは割とストンとフラットなんで、入れる時にちょっとコツがいりますね。あと長い。そしてよいしょ、自分の飛び込む沼というカメラ漫画の文具編という、もう自分の趣味丸出しの同人誌ですけど、カメラに興味のある、2人の主人公が文具好きの、新しいキャラクターと知り合って文具の物撮りを一緒に始めるというような今漫画の展開で、その時に新しい登場人物 3人目の主人公みたいな鶴野さんという女の子のキャラクターが持っているのがスーベレンの緑軸のやつということで、そういう理由で、欲しかったんで買いました。こいつもこっちに入れたいなって言い始めると、まあ定期的にこの上と下を入れ替える楽しみがあっていいですね。でびっくりしたことに14本のうちこの下に 2,4,5 本入ったんで、5本5本4本で14本、収まりましたね。パンパンで、でもちょっと無理かな。ついでにここに残りの1本のとこにどうしようか、壁子スペシャルを入れてみるか、シャーペン 0.9 ミリのシャーペンの壁子スペシャルですね。うわさすがに多分おそらくはこのシーサーさんもそんな使い方は想定してないよって言ってると思うんですけど、太軸をぎゅうぎゅうに詰めるとさすがにちょっと、そうかギリギリですね。入るかな入らないかな。でついでにどうしようかな、 0.3 のヘキサゴナルとか、ここまでシャーペンじゃないやつを詰めてきたから、シャーペンをちょっと別な入れ方を考えることにして、ここにこれまたもうすでに紹介してるけど、安藤という、台湾かなのデザイナーの方が考えた、ボールペンがあって、こいつは面白いのはここが万力のような機構になっていて、どのメーカーのそのほとんど全てのメーカーのボールペンのリフィルが入って、針さえすればこの先っちょのところが万力みたいな構造になってて、ギュッと締めれば固定できるんで、とにかくどのメーカーの、リフィルでも入っちゃうよっていうボールペンで、今、定番のジェットストリームを入れてますけど、いろいろリフィル遊びがめちゃくちゃはかどる、ものすごくデザインもいいですし質感もいいですし、気に入っているボールペンです。こいつを、こいつ無理だ。じゃあ壁子にしましょう。これはどの、ペンケースもそうだけど、こういうタイプのやつは先がちょっと細くなっている方が入れやすいですね。こういう安藤みたいに先がストンとなっていると、ここをくぐらすのがちょっと難しくて、多分何度か使っているうちに広がってきたりすると思うんですけどね。でさらにここに、本来消しゴム入れる場所だと思うんですけど、スペースがあって、どうしようか、万年筆専用みたいになってるから、ここに呼び水を入れるか、で締められるかどうかですね。ちょっと無理かな。使ってるうちにもうギリギリですね。締められはしましたが、パンパンです。ちょっとと入れ方かメンバーを、厳選してやらないとダメかもしれないですけど、ただこのまだ全部入りきってないんで何とも言えないんですけど、ほぼこいつの中の、主力のものがここに収まったのはすげえなと思いますね。それこそ今これとこれ2つだったら今の自分のカバンに入るけどな。こっち側にその太軸のメインの超一軍の太軸ばかりをこっちに集めて、万年筆を集めて、こっち側に細軸の万年筆とシャーペンみたいな、使い分けをした方がいいかもしれないですね。ただこいつとこいつらはぶつからないよって言ったけど、ここにちょっとでもいいからクリップをかませてあげないと、このかませないで入れとくと、きついんで全く動かないと思うんですけど、万が一これが横に行っちゃうと当たりますね。
まあ、一応その念のための念のためみたいな情報としては、それは気をつけておいた方が、厳密に言うと、もし高いペンをねいっぱい入れるんであれば、こんな使い方はギラギラですもんね、しないと思うんですけど、ただそういうことを、もしするんであれば、そういう、考え方も必要かなとは思います。いやしばらく使ってみて、これで収まるかどうかですね。ここが特にきついんで、ここで、チャックのおしまいを持ってくるようにすると、割と簡単にスッと、締められはします。ジッパーのクオリティが結構高いですね。なんかいいジッパーって感じがする。というわけで、まあ収まりました。プラスここに残りの、例えば自分で言ったら、ヘキサゴナルシャーペン、製図用のシャーペンのステッドラーのヘキサゴナルとか、アントはじゃあこの下に入れるか。これを2つに分けてしまうと結構、まあ、これも例えばこういうのに入れて下がいいかな。これまた先が細くなってないんで、ちょっと入れるのに、でもコツがいるなと思ったけど、なんか慣れてきたらスッと今いきましたね。擦筆はまあ下2パックに分けちゃえば、逆に言うとすげえ余裕ができるんで、ここにさらに、それこそその練り消しちょっとこれ入れ方を考えないとな。ここは要するに練り消しを持ち歩きたいんだけど、これなんか練り消しを入れるおしゃれな今ケースを探してます。それがあったらもっとここにコンパクトにスッと収まると思うんで、ちょっとこれはこれで置いといて、トラベラーズの用のクリップがまあ入るかな。もしかするとここに入れるんだったら、このめんどくさい革のケースに入れる必要がなくて、あでもちょっとやっぱカチカチ当たるな。これはシグマのカメラのバッテリーケースなんですよ。だけど入れてみたらこいつがぴったり収まってしまって、すっかり。あとは正直これは細い場所を消すスティック消しゴムなんだけど、使ったことがないですね。要するに練り消しをメインに使ってるんで、練り消しを細くして消せばいいんで、なのでちょっと持ち歩く必要はないかなという気がしてきちゃってます。マッキーをこんないい、ね、マッキーを悪く言うつもりはないんだけど、あまりにも普段使いで、ちょっとやっぱなんか特別感のあるペンを収める場所にしたいんですよね。マッキーはちょっと別な入れ物を考えようと。というわけで、まああとはちょこっとシールとかなんかもあるけど、シール類とかはそれこそこの裏側にこういう部分があるんで、ここに入れることはできますよね。リヒトも収納に関しては相当効率よく入れられはするんですけど、さっき言ったみたいに、こいつはそのここがむき出しなんで、高いぶつかって傷ついたら困るペンをずらっと並べることができなくて、それをするにはこういういちいちケースに入れなきゃいけなくて、ちょっと面倒くさかったんですよ。でそれがこっちになると、何度開けてもちょっと開けた時にウフってなる。今までだからこっちのこういう布のケースに入れててボディが見えなかったんで、こっちのが明らかに威圧感があって、なんていうかクレイジーな感じが出ていて、非常にいいですね。大変良いペンケースではないかと思います。ただ、さすがのシーサーさんも多分想定していないほどに、重量級の、ペンをぎっちり詰めてみたところ、ややパンクしました。だからそのペンの太さっていうよりはクリップがおおむね万年筆ってクリップがちょっと派手じゃないですか。クリップでそのメーカーのブランドを主張していたりするじゃないですか。でちょっとこう反っていたりするじゃないですか。そういうものがことごとく、当たってくるんで、でこいつをでも確かに横にやっちゃうと隣のペンに当たるんで、ちょっと嫌かもしれないですよね。これを多分全部横向けちゃえば一段厚みが減るんで、入り方良くなると思うんですけど、ちょっとまだ入れ方を工夫する余地は、あるものの、そうだな、こことかまだそんなにぎゅうぎゅうに隙間に詰め込む必要はないんだけど、せっかくだから限界まで詰め込んでみたいな。さらに僕ちょっとこういう、ちっちゃいペンケースも持ってて、これは何かっていうと、トラベラーズノートとか手帳とか結構厚みがあるもので、書くと
何でもいいんだけど、ただなんかこう書こうとするじゃないですか。そうするとこの厚みの分だけ、今これは今だいぶ薄くなってるけど、この辺に書こうとするとこの厚みのせいで超書きづらいわけですよ。そういう時にちょっと脇にこういうものを置いて高さ調節にならないかと思ったんだけど、あのぴったりの高さにはならないんで、あの買ってみたものの、あの今一つ使いどころがなかったんですけど、ただもうこの2パックでも収まりきらないほどの恐ろしい量のペンがあって、これはヌードラーズインクのエイハブというやっぱりフレックスニブのやつで、まだちょっと匂うな、あのアセチルセルロースっていう特殊な樹脂を使っていて、なんか透明度が高くて良い樹脂ではあるらしいんですが、なんかねちょっと化学薬品的ななんかあの匂いがするんですよ。これはさっきの長原さんのザ・ニブシェイパーで木立を研いでいただいた時に、おまけでつけてもらったなんかマネツを1本お試しでつけてもらって、筆ニブをニードルポイントに、仕上げてみましたっていうペン先で、これ自体はサメ万年筆自体はその割とカジュアルなモデルなんだけど、このペン先はあの他に類を見ないセーラーの筆で万年みたいにペン先がクーッと反っていて、やっぱり筆記角度で太さが劇的に変わるんですけど、こいつはもうあの裏書きをすると、あのまた裏書きについてちょっと毎回説明しなきゃ、あの裏書きをするとペン先が摩耗するんです。その推奨する書き方ではないですけど、まあ、裏書きをするとめちゃくちゃ細く、書けるように研いでみましたよっていうやつで、こいつは裏書きすると本当に細い線が引けて面白い万年筆で、ちょっとあの常に持ち歩いてるんですけど、うん、あとはこれまた、入学祝いの時になんか一緒にいただいた、モンブランのマイスタースティックではないんだけど、これもでもなんかねペン先がちょっとそんな感じで反ってるんですよね。インレイニブの、タイプのモンブランで、こいつはこれもだから、ね、あの裏書きをついついしてしまうんだけど、これもだから金ペンだし、あの裏書きは絶対しない方がいいんですけど、こいつを裏書きすると自分が持ってる全てのペンの中で一番細い線が引けるっていうぐらいなんか謎の細い線が引ける。ただガリガリにペンを引っかくんで、あの全然そんなことは普段やらないですけど、あのなんかちょっと変わったペン先で、ただ書き味自体は普通に持てばめちゃくちゃ滑らかで、よくて EF というほど細くはないけど F かな、うん、みたいな割とお気に入りペンが何本かあるんで、何が痛かったかというと、こっちにこの辺をちょっと入れちゃおうかな。エイハブはちょっとやっぱり匂いが出るからちょっとなんか違うところにしよう。6月ぐらいに1回なんか筆箱会議みたいな動画を作って、その時に筆箱の中の入れてるものをいろいろ言ったと思うんですけど、結構こっちにもだから入れたいやつが、金ピカくんとかね、これにローラー&クライナーってこれまた今度紹介したいメーカーのインクを入れていて、耐水性の高いインクで、まあ金色のペン先からちょっと金色っぽい絵の具が出るとあの面白いかなと思って、この辺りをここに入れておくと開けた時にギラッと笑わせる目的になっちゃうけど、今あるこのコレクションの中でうわーどれを入れたらっていうもう順番をつけられないつけられない、うん、これは FPR のウルトラじゃない方のフレックスニブですね。これでもこの、 あのクリップの玉がでかいんできっとあの圧迫しちゃうなとか、ペン BBS の494とか、この間紹介動画を作りましたね、うん、壁子スポーツとか Endless というメーカーの、クリエイターという万年筆で、あ、また間違えた、こっち、ノック式の万年筆ですねとかですね、同じくノック式のキャップレスデシモとか、これも中古で安かったんで買ったら、ちょっ と、ペン先がなんか傷がついていたのか、インクの出がおかしくて調整しました。これは黒用の、クラウドファインディングでやっていた、やっぱちょっとあの変わったペン先のファインライターというペンで、これもレビューしようと思ってたんだ。パーカーのフィフスにちょっとよくあの似たやつで、あとはこれはこれまたまだとかレビューしてないけど、これまあそのさっきの長原さんの木立に、あでも似てもいないか、中国のなんか個人でなぎなたっぽく研ぐよみたいなやつを買ったんだけど、ちょっとフローが安定しなかったりして、あともともとの多分ジンハオかなんかの、あ違うか、ヒーローの
安い万年筆のなんで、もうちょっとそのこれ5000円ぐらいしたんですよね。なんかあのせっかくだからいい万年筆でやってほしかった。これは中古で買ったモンブランのクラシック、うん、そうクラシックの EF で、これはこれもやっぱだから中古の怖いところは中古なんで、やっぱりペン先がトラブルを抱えていて、買った時にはペン芯がすごく右にずれた状態で入っていて、でもその右にずれた状態じゃないとちゃんと書けなくて、真ん中に戻したらインクがちゃんと出なくて、で今も普通の万年筆はこの真上に綺麗に持った状態だとインクのフローが安定するんですけど、右に傾けるとインクの出が悪くなる場合が多くて、でもこいつはちょっと右に傾けないとインクがちゃんとフローしなくて、左に傾けるとかすれるんですよ。ちょっと変わってるというか、やっぱ癖のある中古品で、ただまあ書き味自体はそのモンブランのブランドにやられてるのかな、まあ、あの気に入っていて、その普段持ち歩きたかったけど入りきらなくて困っていたんで、ちょっとここに入れさせてもらって、これまたヘキサゴナルが長すぎてちょっと飛び出しちゃいそうだな。下詰めればもう一本入るなそんなにぎゅうぎゅうに詰めなくてもよかろうという気もしますが、どこまで入るかをちょっとテストする意味で、これなんだっけ、あ、クルトガダイブだ。クルトガも面白いんだけど、そうだな、なんかやっぱり絵を描くときにあんまりギミックのあるペンは合わないですね。こういうクルトガダイブはちょっといつか子供のがこういうペンの価値がもっと分かってきたら、いいペンなんだよって言ってプレゼントしてあげてもいいかなと思うけど、見た目はさっきのエラボーと同じですけど、パイロットのポスティングっていうペン先で、これはさっきのこの筆ニブの逆で、筆ニブは上にギュッと反ってるんだけど、こいつは下にグッと鳥のくちばしみたいになっていて、であの細い線とか小さな文字を書くのにすごく適したやつで、やはりあの絵が描きたいマンの僕としては非常に気に入っているやつで、ただエラボーとこいつがデザインが似ていて、両方入れるとどっちがどっちか一瞬分かんなくなるんで、いつの間にか手にインクがどれだ、まあいいや、ちょっとこっち側に来てたんだけど、例えばこれを入れるんだったら、やっぱりちょっとケースに入れてあげないと怖いな。まあ詰めれば入らなく、またパンパンだじゃあシーサーさんにちょっと申し訳ないな、そんなに入れるもんじゃないよって言われそうだな。あのただあの入りますね。あのあいや優秀なペンケースで、無茶な使い方をさせていただいております。あの詰めたらもう一本いくなこれまあいいや、まあこんな感じで自分のまあまあ これをやっぱさすがに移植することはできないですけど、いっぱいありすぎて、メインのペンケースがあのほぼ、まあ、ちょシール類後で写しますけど、こっちに写せて、しかも数本余って、持ち歩きたくて持ち歩けなかったやつがさらに入りました。まあ、あのその分ちょっと、普段そのメインの方に入れていたそのシャーペン系がこっちに移動したりしたんで、分けるか、じゃあちょっと待って、こっちのその高校から先はもう僕の趣味の話なんで、もうもはやそのみんなさんには関係ない話だけど、ちょっと待って、カベコをこっちに持ってきちゃって、これでシャーペン類がこっちに移動したんで、こっちは純然たる万年筆、あ、さらに太くなった、うわ無理かあのさすがにちょっとここまでやるとジッパーが痛みそうなんで、ちょっとあとでメンツをやはり、あ、さっきのカベコがギリギリだったんだな、あ、やっぱりだからこの太軸のクリップの主張するやつをここに入れると、あのそれは積み上がった時にちょっとこれは太すぎました、無理だ。細軸でこっちに行けそうなやつないな。そうか、じゃん、あれか、こいつをモンブランをここに入れて閉まるかな。
あ、本当にこの数ミリの、だからもう本当に限界ギリギリってことですね。数ミリの差で、そのモンブランだと軸が細いのでギリ入りますね。ただ本当にパンパンなので、ちょっと持ち方に工夫が必要かもしれませんけど、というわけでした。ここサメマネスとか入れてみようかな。というわけで、かなり自分の中のリヒトも、リヒトラブの、ペンケースも相当入るタイプだったんですけど、コンパクトで、でもそれに匹敵する収納力で、まあ、この2パックをうまく自分のカバンの中で整頓して入れることができれば、うん、今まで以上にメインのカバン、メインのカバンが重くなりますけどね、持ち歩けるようになりました。多分さ、パンパンですね。やっぱクリップが主張するんですよ。だから上の段はクリップこっちで、下の段は逆向きみたいにすると、使い勝手的にちょっとどうかなと思うけど、多分安定するんでしょうね。ちょっとやってみるか、最後に。あ、ガチャってしちゃった。このガチャってして傷がつくのが嫌だっちっていうのに、今自分でガチャっと刺しちゃいましたね。多分これでどうかな、あんま変わんないかな。違いがわからないかもしれないですけど、自分の持った感じで言うと、今まではこのここの部分だけがプクッと膨らんでたのが、ちょっと平均化されましたね。この方がいいかもしれないですね。ちょっと使い勝手が、ペンがあっちゃこっちゃに行って使いづらいかもしれないですけど、ちょっと試してみます。今30分で、カメラが止まることをすっかり忘れて喋りすぎてしまって、最終的にちょっと動画が途中で止まって、その部分を撮り直したりしたんですけど、そのせいでそのペンの入れ方がその途中から変わってしまったりして、最終的にちょっと分かりづらくなった部分があったかもしれないんで、念のために自分が今いろいろ詰め込んでみた最終形態みたいなものを、一応お伝えしておくと、ラージサイズの方 PF05L の方が、ここが僕のメインの、万年筆を、太軸ばかりを集めた、万年筆を16本入れることができました。見た目の威圧感がすごいですが、わかった、こんな感じで2段目が、2段目は逆向きに入れましたけど、これ今逆向きに入れてるけど、同じ向きに入れても大丈夫だと思います。で、僕はカバンの中にこういう向きに入れるんで、とりあえずこういうふうに左右互い違いに入れても大丈夫ですけど、万年筆基本的にはペンが上に来るように収納するのが安全で、下向きにするとインク垂れてきちゃうことがあるんで、こういうふうに、例えば縦にこういうふうにしまう人はこういう互い違いはできないです。で、互い違いにしなくても全然大丈夫です。さらに、袋に、入れて、結局ここは太軸のペンばかりを要するにこっち側に刺さらないぐらい、このゴムのバンドの部分に通らないぐらい太い、ペンばかりを、集めた状態なんで、ここには今それでも2、4、6本入りましたね。5本プラス、ここに壁子スペシャルの 0.9 を入れました。メインのこの筆箱だけを持ち歩いている時でも、一応そのシャーペン1本あった方がいいだろうということで、まあこういうふうにしました。で、これでここに、これいずれちょっともうちょっとコンパクトなケースを探しますけど、練り消しを僕は持ち歩いているんで、それをここに入れた状態で、まあ、ちょっときついですが、多分最初に入れた時よりもこの出っ張りとかがだんだん目立たなくなってきてるんで、ちょっと馴染んできてるような気がします。太軸の万年筆ばかりをプラスシャーペン1本ですけど、太軸の万年筆を15本プラスシャーペンを1本で16本と、万年筆用の予備水と、練り消しを入れることができて、まあこのクリップのあるあたりがちょっとパンパンですけど、そんなになんかもうギュウギュウって感じではなく収まっております。そして PF05N の方はクリップ とここに1234、シャーペン1本と万年筆3本プラス、下にアントーというそのボールペン、ピグマのそのこのちょっと、おしゃれなそのホルダーに入れたもの、それから、携帯用のハサミ、
それから、ファインライターというそのコクヨのボールペンとはちょっと違う筆記感覚の新しい、ちょっと特殊な、これいずれレビューはやりますけど、特殊なペン先のそのペンですね、という、コクヨのファインライター、そして僕の、鉛筆で、絵を描くときによく使う殺筆という、鉛筆で描いたところを、このフェルト製のペン状のものでこすってざーっとその滑らかな色面を出すときに使うものと、あと言い忘れた、携帯用 の細い、部分を消すための消しゴム、これあまり使ってないけど一応持ち歩いてみます。あと、折りたたみの定規を入れて、こっちはもう余裕ですね、十分余裕があって、そのなんかこう突っ張る感じのなく、収まっておりますこっちやっぱりまだ、こっちを今見るとちょっとここなんか膨らんでるな、まあ膨らんでるせいで何かそのこうペン、ケースを傷めるようなその膨らみ方じゃないんで、まあまあ大丈夫とは思いますけど、まあ、そんな感じで使っております。で今までよりもたくさんのペンを持ち歩くことができるようになったんで、まあ、全体の総量としてはなかなかの重さになってますけど、でもこのもともと使ってたリヒトラブに比べて、もしかするとこっちの方が、素材的に軽量かもしれなくていいんじゃないかと思います。自分としてはちょっといやのいい買い物をしたかなと思います。よりたくさんのペンを持ち歩くことができて、メインのカバンがちょっと重くなってますけど、自分の中のそのでかい方のさらにいろいろ持ち歩いているペンケースの方に隙間ができたんで、ここにまたさらに何かを詰め込んでみたいと思っております。ということでした。文具系 YouTuber のシーサーさんとノーマディックのコラボレーションモデルのペンケース PF05N と PF05L ですね、2種類紹介させていただきました。ありがとうございました。このように、文房具や万年筆なんかの紹介をしたり、まあ絵を描いてみたり、カメラの話をしたり、その、まあ、アップル系が多いですけど、まあ、ガジェットの話をしたりとか、まあ、そんなようなチャンネルであります。チャンネル登録、いいねなどしていただけると励みになります。ありがとうございました。ではでは。